ネットゲーバーニュースフラッシュ、皆さんこんにちは。バジ文化応援アイドル桜花の奇跡の成瀬ことです。それでは11月9日最初のニュースです。オーソリティコバ撃破、重賞連勝。8日東京競馬場で行われたアルゼンチン共和国杯では、3番人気に支持された唯一の3歳馬オーソリティが直線で堂々と抜け出してコバを一周しました。骨折で棒に振った春の無念を晴らす快勝劇で、青葉賞に続く重賞連勝でした。手綱を取った無名力士はこの勝利で JRA 通算1300勝に王手をかけました。2着は6番人気のラストドラフト、3着には9番人気のサンアップルトンが続き、1番人気のユーキャンスマイルは直線で伸びを欠いて4着に終わりました。春は青葉賞を解消した直後に左第一趾骨の剥離骨折が判明、ダービーの舞台に立つことはできなかったオーソリティでしたが、半年の休養を得てそこからまた再始動しました。木村氏は骨折箇所についての不安はなかった、春は残念だったけど休養中に爪を伸ばすことができたし、結果論ですがそこは良かったと思うと、無念の離脱も前向きに捉えていました。歴戦のコバを相手に重賞連勝を決めた次に見据えるのは G1 の舞台、指揮官から具体的なレース名こそ上がりませんでしたが、そういう気持ちはありますとのことでした。まだまだ伸びしろたっぷりの3歳馬ということで、今後の活躍に期待です。おめでとうございます。続いてのニュースです。エリザベス女王杯予想ポイント。11月15日日曜日に阪神競馬場で行われるエリザベス女王杯3歳以上 G1 芝 2200m の登録馬が決定しました。昨年の優勝馬ラッキーライラック、札幌記念を優勝したノームコア、昨年のオークス馬ラブズオンリーユー、オールカマーを制したセンテリオ、府中銀馬ステークス優勝馬サラキアなどが参戦予定です。ここでエリザベス女王杯予想ポイントを発表させていただきます。ポイントその1、前走は G2 以上に出走。過去10年間で前走 G3 以下に出走していた馬は36頭で、その中からの3着以内に入った馬は1頭もいませんでした。ポイントその2、大型馬は消し。馬体重の大きな馬はやや不振の傾向にあるように見えます。過去10年での優勝馬のうち6頭は馬体重が470キロ以下でした。ポイントその3、3歳4歳馬に注目。5歳馬が優勝した例もありますが、メインはやはり3歳4歳馬になってくるのではないでしょうか。以上のことから私成瀬ことの推し馬はこちらになります。ミスニューヨーク、ディアーアメリア、ソフトフルート、ウィンマリリン、ウィンマイティです。皆さん一緒にエリザベス女王杯を楽しみましょう。以上ネット競馬ニュースフラッシュでした。